虹猫の大女大事、宮原孝一郎。小玉の国を建っていったニジネ猫は、しばらく旅行をしているうち、豊かな国という大変美しい国に着きました。ここは不思議な国でした。大きな森もあれば、絵も言われぬ色や匂いのする花のいっぱいに生えた大きな大きな野原もありました。 空はいつも青々と澄み渡って、その国に住まっている人たちはいつも何の不平もなさそうにニコニコしています。でも、たった一つのことが気にかかっているのでした。そのわけは、この国の真ん中の高い岩の崖の上に一つの大きなお城が建っています。そのお城には、土地の人たちが虹猫に話したところによると、 一人の悪い大女がいて、この国の人たちを盛んにいじめ、死従物を盗んでいきます。ひどいことには子供までもさらっていくのでした。虹猫は実際に目の当たりこの大女を見たという人には誰とも会いませんでした。が、大女の恐ろしい顔やそのすることについて、身の毛もよだつような話を聞かされました。 何でもその大女は当たり前の人間の性の三倍も高くてその髪は太い縄のようによれて目からは炎が吹き出している草目をするとまるで雷が鳴るようなすごい音がして木や草は嵐にあったように吹きなびかされる地段だを踏むと小さな村なんか一辺でひっくり返ってしまうそればかりでなくその大女は 魔物だけあって魔法を使うことができるというので、土地の人たちは何よりもそれを一番怖がっていました。暗い夜など、大女は六匹の竜に引かせた車に乗って、お城から降りてくるというのでした。で、土地の人たちは、そのすごい音を聞くと、めいめい自分の家に逃げ込んで戸を閉め、窓に錠をかけてブルブル震えているのでした。 うちにいても、なやだの、くらだの、こやだのを、大女がやさがしして、うしやうまを引き出していく音が聞こえるのでした。そうかと思うと、闇のうちに大きな声がして、こら、きさまたちのたからをだせ。ださないと子どもをとっていくぞ。という叫びが聞こえるのです。とちのひとたちは、しかたなしに窓を開けて、こわごわそのたからものを、 外に投げ出すすのですまた時にはいつかしら縦札が出てこれこれの品物をお城の門のところへ持ってきておかないと大女が降りてきてみんなをひどい目に遭わすぞと書いてあることもあります土地の人たちはその縦札通り品物を持って行ってお城の門へ置いてきますがそのたんびにそこで見てきたいろんな恐ろしい話を伝えます ある人は、大女の靴を女中が磨いているのを見たと言います。その靴は、ちょうど干し草を積んだ大きな荷車ほどあったという話です。また他の者のは、大女が洗濯物を縄に干しているのを見て、腰を抜かさんばかりに驚いて、走って自分の家に帰ったが、一週間ばかりは起きることができなかったとも言います。けれども一番悪いことは、 うちのそばを少し遠く離れた子供がふっと姿を隠して、それっきり帰ってこないことでした。取り残された子供の話によると、途方もなく大きなマントを頭からかぶった得体の知れないものが、どこからかひょっくり飛び出して、自分たちの仲間の一人をひっさらって森の中へ走って逃げたというのでした。だから親たちは、 ちょっとのまでもその子供から目を離すことができなくなって、いつ大女が出てくるかと、そればかり心配しているので、幸せというものが国中からだんだん消えてなくなりました。虹猫の知恵はもうこの国にまでも聞こえていましたから、土地の人たちはその来たのを見ると大喜びで、どうかいい知恵を貸して助けてくださいと頼みました。虹猫は、 これはなかなか面倒な仕事だと思いましたけれど、土地の人たちがあんまり気の毒なものですから、できるだけのことはいたしましょうと約束しました。そこに着いてから二日目の夕方、虹猫は小さな袋を持って、こっそり大女の色お城を刺して出かけました。袋の中には雷からもらった稲妻と、 小玉の国で手に入れた、通しみのできる千里眼のお水とが入っていました。虹猫は土地の人たちには何も言いませんでした。行ったからとてどうすることもできるわけではなし、ただ心配をするきりのことですから。だから、うまい計略を考えるため少し散歩してくると言っただけで出かけました。虹猫は、 身軽に岩の出た謙遜な道を上がったり下りたりしてとうとうお城の壁の真下まで来ましたお城にはすばらしく大きな二つの石の塔が一方の橋ともう一方の橋とに一つずつ立っていてその高い煙突からは毒々しい緑やら紫やら黒やらの煙がもくもくと上がっていましたなるほどあれは 大女が恐ろしい魔法の薬をこしらえているんだな、と、虹猫は独り言を言いました。そこで塔の下のところに腰掛けて、袋から千里眼のお水の入った小さな瓶を出して、それを目に塗って、お城の中を見通そうとしました。すると、不思議なことには、お城の中にいるのは大女ではなくって、 長いごまひ髭の生えた汚らしい魔法使いのじいさんであることがわかりました。頭には馬鹿に高い帽子をかぶり大きないろりを前に広い部屋の中に住まっていました。さまざま変な恐ろしい形をしたものが壁にかかっていたり戸棚の中にしまってあったりして床の上にもテーブルの上にも 魔術の本が山のように積み重ねてありました。魔法使いは腰に大きな鍵の束をぶら下げて、火にかけた真っ黒な鍋の中に何やらぐちゃぐちゃ煮え立っているものをしきりにかき回していました。虹猫がさっき煙突から登るのを見た煙はそこから来るのでした。いろりの火の光で、 鍵につけた札に書いてある字が読めました。金の箱、銀の箱、宝石の箱、大女の部屋、牢屋、大女の庭。そんな札が鍵についていましたから、虹猫はよっぽど事情がわかってきたように思いましたが、もっとよく見極めてやろうと思ったので、小さな袋を取り上げて、こっそりお城の別の端に行って、 そこの塔の下に腰を下ろしました。そしてまた、例の千里岩のお水を目に塗りつけました。今度その目に映ったのは、子供たちのいっぱい集まっている大きな部屋でした。子供たちは忙しそうに仕事をしていました。あるものは妙な草をより分けている。あるものは重い石でなんだか変なものを突き砕いている。 また別なものは、得体の知れない水薬を、この瓶からあの瓶へと、おずおずした手つきで測って、一滴一滴と移しています。みんな青ざめた顔をして、疲れきったように見えます。誰一人として、仕事をしながら笑ったり、しゃべったりするものはありません。沈みきって、子供らしくもないのです。その時ふと、 戸口が開きました。入ってきたものがあります。それは、他でもない大女でした。けれども、虹猫は二度びっくりしました。なぜかって言えば、大女は、性は素晴らしく高かったにそういありません。けれども、その顔は、決して怖くはなくって、かえって美しく、愛嬌があって、黄金色の髪をしていました。 大女がそこに現れるが早いか、子供たちはみんな走ってそのそばへ行くのが、ちょうどお母さんでも来たように嬉しそうです。虹猫はもうぐずぐずしてはおりません。すぐにマンドリンを取って弾き始めました。けれども、魔法使いに聞かれると悪いと思って、そんなに音高くは鳴らしません。しかし、幸いにも風が順に吹いていました。 それに魔法使いは、その魔法の支度に一生懸命だったので、そんな音なんか聞こえはしませんでした。けれども、大女は当たり前の人よりも大きな耳を持っていて、よく聞こえるものですから、すぐその音を聞きつけました。そして窓から顔を出しました。塔の下には、虹猫がマンドリンを抱えて腰掛けていますから、何をしているのか、と聞きました。 僕はニジネ猫だよ。どうぞ、僕を助けて、そこに登らせてくれたまえ。と虹猫は言いました。大女は、リボンの腰帯を解いて、その一番下の端にハンケチを入れておいた袋を祝いつけておろしてやりました。大女の持ち物ですから、その袋はニジネコが入って、その上にまた宝の袋やマンドリンやらを入れても、 十分余りがあるほど大きかったのです。大女は虹猫を窓の縁まで引き上げて中に入れて何をしているのかどうしたのかと聞きました。虹猫をただ者でないと見て取ったからです。虹猫が豊かの国で聞いたことを話しますと、大女も自分の身の上話をいたしました。 悪い魔法使いが来て、大女がまだほんの赤ん坊であったとき盗み出して、このお城に連れてきて中に閉じ込め、魔法にかけてありとあらゆる悪いことをしていたのでした。土地の人は何でもかんでもみんな私がしたと思っています。それは私も知っています。と大女が言いました。魔法使いのじいさんは古い洗濯だらいと、 六粒のお豆と火の竜に引かせた車にすることができるのです。それに乗って出かけるときには大きなマントを着て高い帽子をかぶりますから、誰でも私だと思いますわ。そしてね、自分のするいろんな悪いことを子供たちに手伝わせて、私みたいにいつも虜にしておきます。おまけに私たちには六すっぽご飯も食べさせないから、 早く助けてもらわなけりゃ、私たち死んじまいますわ。大女は目からポロポロと涙を流しました。それは一粒で一つの池ができるような大粒の涙でした。泣いちゃいけませんと虹猫は言いました。今にみんな良くなります。僕の宝術はじいさんの魔法よりも強いのですからね。 一度あいつに出会ったら、すぐあいつを片付けてしまいます。僕はあいつのところへ連れて行ってくれませんかけれども、大女は怖がって、とてもそんなことをする勇気がないのでした。そればかりでなく、なかなかあなたをうちの中に入れやしませんよ。大変疑い深いんですから。と、大女は言いました。 それは、どうにかなりましょうよ。虹猫は、そっとマンドリンをかき鳴らしながら考えていると、突然大女は気がつきました。じいさんは音楽が好きなんですよ。仕事をするのに大変助けになるからですって。だからもし、あなたが外を流して歩く旅音楽師の真似をなすったら、虹猫は喜んで飛び上がりました。 そこだそれじゃあ、あなた、ク弱なの羽を一本僕に貸してくれませんか大女はすぐク弱なの羽を持ってきました。どうもありがとうこれであなたは一時間経ったら自由な体になりましょうまずそれまで、しばらくさようならと言ったかと思うと、虹猫はひらりと身軽に窓から飛び降りました。 それからすっかり街灯を着込み、帽子を目深かにかぶり、くじゃくな羽を帽子の前の方に刺しました。どうですこれですっかり旅の音楽誌でしょと言って、虹猫は大胆に魔法使いのいる塔へ行って呼び鈴を引きました。魔法使いは自分で戸口に迎えに出てきました。けれども、ほんのわずかばかりしか塔を開けません。 お前は誰だ何の用があって来たんだ僕は旅の音楽師です。うちに入って一曲弾いてはいけませんか魔法使いはうさんくさそうな目つきをして、なんだお前、その袋の中に入れてるものはと聞きながら、足で袋を蹴りましたから、中の稲妻がガラガラっと大きな音を立てました。これですか と、虹猫はそしらぬ顔で答えました。これは珍しい楽器です。だからあんな音を出します。これがなければ僕は歌が歌えません。うん、そうか。じゃあ一つ、そこで歌ってごらん。その上で中へ入れるか入れないか決めるから。虹猫はマンドリンをかき鳴らして歌いました。 青い草の上にガチョウが一羽。くちばしが金で羽が銀。こんな美しい鳥は、誰もまだ見たことがない。うん。面白そうだ。家に入って後を歌いなさい。魔法使いは喜んで家へ虹猫を入れました。しめたっと虹猫はいきなり袋を開けて稲妻を話しました。 ピカピカゴロゴロ大した騒ぎです。虹猫は街灯を脱ぎ捨て、テーブルの上に飛び上がって青い目を光らして、ふっふっ、にゃお、にゃおと叫び立てました。魔法使いはすっかり平行して、くわばらくわばらと震え上がっているのを、虹猫は手足を縛って袋の中に押し込み、そこにあった魔術の本はみんな火にくべて焼いてしまいました。 魔法使いはその後、悪いことをしないように遠くの国へ追いやられ、大女は自分の国へ、子供たちはめいめい親のところへ帰りました。